あっ、なんでここが。名探偵だからだよ。あ、てめえ、いつの間に。順は返してもらうぜ。こんなこともあろうかとな、今日は特別ゲストを呼んでんだ。特別ゲストだ。不動さん、こいつが前に話してた怪盗の野郎です。やっちまってください。なんだこいつ。元近江連合の三次団体武闘派組長、不動さん。近江連合が解散して仕事探してたみたいだな。うちで用心棒として雇ったんだ。殺しの不動といえば関西じゃ誰もが震え上がるらしいぜ。カイト、運が悪かったな。いくらてめえが腕が立つと言っても不動産相手じゃイチコロだぜ。カイトのおっさん、こいつかなり強そうだぜ。大丈夫か。問題ねえ。お前、登場界のヤクザやったらしいな。随分と昔の話だ。今はカムロ町のしがない探偵さ。そんわけや、お前のせがれが。いや、こいつは。ああ、息子のジュンだ。そうか。なんや知らんけど、こっちも仕事選んどったら飯食えんねん。本気で行かせてもらうで。せがれの前で恥かかされても恨まんこっちゃな。遠慮はいらねえ。かかってこい。ぶっ飛ばしてやるよ。うわら。